はい、どうも、しょい TV です。皆さん明けましておめでとうございます。というわけでね、お正月からですね、元女子プロ野球選手三上選手と女子野球選手の金城選手とコラボ撮影となっております。前回の動画でご紹介とキャッチボールをしました。まだ見てない方はそちらを見てください。その後、今回はこちらノックをしております。普段ね、三上選手は硬式をやっていたんで、軟式はね、まあ初めてというかほぼないと思うんですけど、まあこの後ね、翔平の試合があるんで、そこでね、しっかり取れるように内野を、軟式ボールでやっていきたいと思います。しかしね、翔平と三上さんのこの守備力がもう鮮明に出ております。はい、素晴らしいですよ。まだ21歳ですからね。僕はもう30歳ですから、もう動きません。体が動きません。はい、これもね、サンドリですね。グローブは下からですよ。はい、ちょっとね、ちょっと翔平のいいとこ見せてる感じします。はい、で三上さんもね、見せちゃうっていうね。俺転ぶっていうこれやばいでしょ、これ。続いて翔平 TV 練習会恒例の翔平鬼ノック体験です。さあ、三上さん、金城さんはどれだけ対応できるのか。いや、取ったどうじゃないのよ。
さあここでついに翔平の鬼が炸裂。さあだいぶ下がってらっしゃるんでね、強めに行きます。さあまだまだ翔平鬼ノック行きますよ。ここで1回休憩、翔平鬼フライいきます。鬼フライビヨンドマックスレガシーで打った打球は高々と上がり、三上さん取れず、ちょっと取ったみたいにしないでくださいよ。取ってませんよ、取ってませんよ。さあラストノックです。さあしっかり取って、ナイス送球と取れです。久しぶりの同じだったんですけど、はい、久しぶりでやっぱちょっと公式と違うなって、はい、というわけで今回は軟式で、お二人ノックを受けてもらいました。まあ、お二人ともね本当にね柔らかく、上手でした。はい、素晴らしかったです。まあ、次回もねまたまた動画出しますんで、チェックの方よろしくお願いします。そして女子野球ファンの方、この動画を見たらぜひとも拡散、そして温かいコメントよろしくお願いします。そして翔平 TV にあの選手出てほしいというリクエストもお待ちしております。それではありがとうございました。コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。